はいどうも、伏見です。ちょっとですね、ネット検索したら気になるものがありまして、記事なんですけど、それが首都圏から鹿児島にやってきた人が、来て驚いたことという鹿児島初心者あるあるという記事を見つけたので、鹿児島初心者から見た鹿児島についての話題をいくつかピックアップしていこうと思います。いや、面白いのがいくつかあったのでやりたいと思います。はい。今回紹介する、鹿児島初心者あるあるは、2つありまして、1つ目が生活編で、最初に紹介するのが方言が同じ内容でも地域によって微妙に違う。いやー、これは本当にあるんですけど、薩摩地方、大隅地方や A 地方などかなり鹿児島弁の方が地域によって微妙に使い方が違うんですけども、使い方がですね、薩摩大隅の方言は牛でも分かる時と分からない時があるんですけど、離島とか英語だけはちょっとですね、難しいですね。ちなみに、鹿児島あるあるで鹿児島県民は日本語、英語、鹿児島弁、英語という複数の言葉が喋れるというネタがあるとかなんとかで、この生活編で気になったものがもう一つあって、それが道端に落ちている軽石で道路に白い線で落書きをする子供たち。これ予想ではあんまり見ないんですか？もしかしたら他の地方でも見かける光景かもしれないですけど、牛も小さい頃はやってた記憶があるんですけど、今はあまりやらない方がいいかもしれませんね。やっぱりちょっといろいろ迷惑になるかもしれませんので、やめましょうね。最後になりますけども、交通編で最後にこれだけはですね、県外から鹿児島に住もうかなと思っている方はぜひ覚えておいてほしいものなんですけど、それが路面電車ではスイカやスゴカなどの IC カードが使えない。これはですね、本当にそうなんですけど、鹿児島の方の独自の IC カードで、バスに乗るのはわかるんですけど、路面電車も独自の IC カードか現金じゃないとダメなので、これはですね、県外から来た人はですね、戸惑う確率が高そうなものですよね、本当に。他のものにも対応してたら牛も楽かなってずっと思ってるんですけどね。いや、なんとかしてほしいですけどね、これは。これがなければですね、結構県外の人も住みやすいかなってちょっと個人的に思ってますね。星屑空いつでも愛と